よいスタート。やべ、どこのポッケ。あけおめー。やべ、待って。機械音痴、機械音痴。機械音痴。ちょっとね、ネクラメンバーが揃ったということで、基本通りといえば中卒みたいなね。切る。おはよう。あ、コメントここにあるの。大好き。あけおめーって。ペットから大きく言うの。ベッドで終わるわけいいと思って見えよったよ。全然見えんやん。機械音痴が出しゃばるだ。いや、まだやってねえ。待って。あ、これが名前ね。どうやってやるこれ。ライアンさん、サケオメ、おめでたいね。ミサキング、レンちゃんのハート、ミサキング、プッチンプリン、わかるでも。ちょっと待って、攻略者。なんで俺の前だけ出てきてる。タムラン26人。マネージャーのくせに。お、久しぶり。名を名乗れ。今名の7位。マジで？すげえ。お、コンティニューコイン。これ瞬間いいよ、今日8時までずるよ、今日は8時までやっちゃいます。なんかこれ何を喋ればいいんだろう。なんかちょっとお題みたいなの欲しいね。お題なの。あ、ミナメロディーだって。お前もう反復したわ。いいよ、いいよ、しょうすけさん、本当にこれ2枚くれた。チャックレル、朝までやろう。カビゴンって言われようで、もう一緒じゃないですか、カビゴン先生。そう、俺細く見えるなと。遠近法みたいな。あ、おさまりとこ、いとこ知らんだろ。お前ら中学校一緒だよ。ちょっとこんな5年前一緒に遊んだことあるんで、3人コメント返して。ああ語るな。ルイ、指名本数良かったみたいで、いや、絶望的ですけどね。そうだ、これは嫌味っていうことだな、この子は。ダイヤンじゃ嫌味だ。これだって先月何本、30本ぐらい。わ、すげえ。30本。あ、レン、殺害予告来とるよ。わかりました。しおりの友達いじめたらお前殺すだって。はい。結構ね。メイちゃん、誰じゃん。レン人気やもん。人気やな。これ誰か分からん。みんなのアイドルだぜ。そんなことねえで。お前らのアイドルだぜ。ちょっとね。デーブでも人気だぜ。お。シールさん、お願いします。あ、俺も書かんと。みんなちょっと。お願いします。誰がおめえ、スターダム全体の方に行ってんだよ。めっちゃコメント今日ある。お、ピカチュウ。次はエルサンデ。はい。ピカチュウ、今日ね、カナメがね、ちょっとね、インフルになって休みなよ。こっちの、ミニカナメが俺だよ、こっち。俺のこと？俺？いや、俺のこと？セラ君が俺だろな。あんまり言うなっていう。ミニカナメが。次はエルサンデって。で、一回なんかしそうやな。まあ、まあ、それはまあ、あの、お客さんと言うか。おかえちゃんいたうちみたいでね。いや、それは、自分と友達やん。ゆきこ見とるかな。あいちゃん、こんばんは。こんばんは。あいちゃん、こんばんは。11学校の話。27人、今な。5位です。今5位です。高いゆきりおなお。しょうもない。でもね、あれだってトータルの人数でしょ、結局。いや、トータルじゃないよ。ミナメロディーがインフルになればよかったよね。お前、次ギター覚えとけよ。いじられるよね、最近。カーツ、いや、コンピニューとか。これシールだよ。ちょっとね、これ何喋ればいいか分かんない。ちょっと見てくれてる人にお題欲しいね。お題欲しい。お題ちょうだい。あ、ちなみにちょっと今日ツイキャスのためになんと俺使うな、使うな。腹毛剃ってきて。それで視聴率上げんな。見て。それね、見てる人は分からんと思うけどね、それの腰がすごいある。ゴマがいっぱいついてる。全部1ミリずつ入る。すげえ対戦ある。ゴマ、ゴマ、ゴマ、ゴマがいっぱいついてるやん。あ、コメントしてる。ちょ、俺目悪い。勉強ミス。次行くとこ、行くことあるかな。何、喧嘩したの。まあ、俺、なんか今日、誰か分かるけど、言っちゃダメなもんね。俺、先に俺担当っすか。勝負かけに急いできたのに、出遅れたから宅で寝るね。はい。俺、どこの店か。担当が私の、私との約束を破ったね。今日は南くんの肝臓にしてください。ああ、分かった。俺らに分からん。やつは俺がボロクソに読ましてやるぞ、今日。よし。今日ね、ちょうどね、サファイアなんてイベントやってます。おっ、何のイベント？役職抜きのチーム対抗戦。で、シールズもイベントやってるよ。このイベントね、教えてよ、どうも。楽しいイベント。ああ、もうダメじゃん。そしたら、今日12時から。来てからのお楽しみみたいな、ある。今日地味に12時から来とるしてる。なんで12時から代表の日もくれ。すごいね。
で俺ら10時から開けとり。どうやってしおりが連れて行く分の他店は許せよ。ブー。はいだねー。シールズ。あ、ボソッと言うな。シールズは。みんな今日ね。お茶くれた。秋葉原。お前仕事せえやん。いや秋葉原やべえっすよ今髪の毛。なんかスカジャン着て青色っぽいスカートはスカートもなんか着てないよなんか最近ロールアップばっかな増えなきゃでもなんかあのスカートなんか評判いいよな嘘評判いいよ秋葉原もおしゃれ聞くもんマジでマジでお前っつってボッケンバカにされるよステラでどうやってツイキャス貼るめっちゃええ音痴違う待って待って一番音痴やえどほんまにどうやってやるのこれをコピー使えんかえ何何何どれえ、なんか俺やり方わからんタイムラインに貼りたいわけよあ、タイムライン貼ってんやん、まあ、いっかお、妥協した俺上がらましておりつやべ、27人から上がらんで27人マックスやったけいや、見てくれてる人拡散してくれればいいんじゃない拡散して、拡散希望俺たち今1位狙ってるからよそうそう46を越そうなあ、28位になったイエー増えて増えてちゃんとスターダム用に作った偉いヘリーヘリーヘリーよヘリーよよよヘリーみんな正月は何して過ごしよった正月何しよった待ってよ何しよった危ないでも君らねいくらだからどうせ家でファイナルファンタジーしてたんでバイオハザードで今さらファイトしょ今さらバイオハザードじゃん今さらバイオハザードゲームは外出てない竜が如くじゃけいやいや家族でちょっとね旅行には行きましたマジで帰ったっけどこ行ったどこ行ったん大阪行ったな大阪って旅行になるのあれ近くねチャリで行くわほら服買いくわチャリで来た滑ったシーンレン他のちょっと待ってなんか飛ばしちゃった誰か分かってると思うあんたたち分かっとるよ知らない俺は知っとる知っとるあの子やんいやいやこれ忘れてヘリヘリは分かるヘリ問題よヘリは分かるマジで分かるもうやべやべほんま誰か分かるよなこれヘリは分かるもう俺もう目悪いノープランで1位狙ってるのかい甘いぜ教えてくれ取り方は俺にあれだねなんかじゃあ視聴者側が求めとるなんかぶっちゃけトークみたいな例は、ね、全部答えてあげろ別に俺全部すで質問コーナーしよう困るコーナーいいからじゃあみんながね質問してくれたら全部答えちゃうよし今日は何でも答えます分かってこいやマジで答えるけどな、はい、お拡散してくれたお素晴らしいいい子かなええ子やなプライベート大工がええよ別にギャンブルしかしねえ行動営業って覚えとけよ誰か分からんけどな分からんけどな仕方ないよ分からんけど俺しか分からんプライベート大工がプライベートってでも何バイオハザードして寝てますこれ帰ったらね何するペコミと戯れて犬ね帰る犬ねパグパグ知らんの知らんマジでちょ、見してあげようあいちゃん、何あの、一緒、さくらちゃん、何しようんなかけ、今日最終日よあ、そう、今日みんなかけ、最終日流星泣くで、マジでみんな大丈夫あ、今日目、今日目だけど、流星泣くで、マジでダメよ、かけはちゃんと、今日までです、皆さん払ってくださいちなみに、今年も桜カーニバル行くの行くよ初見です、初見です、ちょっと答えとけど新規ですか、新規新規新規ガッツか新規ガッツかメルキみんいや、ネクラだけみんな新規ガッツこの3人について新規ガッツそうっすね、とか言って合わせて流してずっと失礼します失礼します悪いやんいっぱいおはよう、おはよう隠れておはよう明日じゃない初見もうヘリ明日じゃないって言われるかでよう喋ってちゃんと答えろくんやまあそうなえぇえ違ったっけお前うちでは代表だけどあ、そうなまあ俺は分からんけど今日7回営業7回営業今日よちょっと質問してくれんななんかな明日やお前の今日答えじゃんマジで6回質問答えよ質問コーナーよお、今30人ラッパーファイヤーナンバーファイヤースターダムグループ質問コーナー全部答えるよ俺らのことじゃなくてもいいけどな全部言っちゃう全部言うけん
関係ない。やべやべ。ネクラの無言タイム。てんてんてんなって。てんてんもなんか誰かずっと喋ったかじゃないですよ。違うよ。俺はタイムラインで貼りたいけどやり方が本当にわかんない。マジ機械音痴だよ。そういうとこはな。ダメやウィーだけは強かったんや。大乱闘。すごい大乱闘めっちゃ強いよ。大乱闘。中学校1年生の時挑んだけど。じゃあ、コタロのアゴの長さは何センチ？え、どんくらいだろう。先輩だけ答えづらい。どっからかよな。ちょっと長い。どっからがアゴなの？唇の下から？そっからやったら2、30センチぐらい。また今テンテンテン。もうちょっとやめて。ちょっとやめて。モタロのアゴの長さ、今度ちょっとスケール。バッモンリー、猫がギリギリ言えそうな人間の言葉を教えてください。するじゃん。何言ったんこいつ。次仕事してアフターで持ち帰りは本当にあるよ。あるよ。あるよ。あるあるある。すぐだく。テイクアウトするよ俺ら。すぐだく。サンシャイン池崎。サンシャイン池崎って誰？ジャスティース、ジャスティース、セクシー俳優、うわ夢斉藤。待ってイエーイって言う。そうそうそう。あれめっちゃ面白いな。もう質問じゃないもんな、無茶ぶりだもんな。お前めっちゃ名前出しとるやん。写真で一言。岸部アリサってめっちゃ出とるやん。モンリーじゃ探しますよ。分かった。写真で一言。モンリーの写真出せばいい？モンリーの面白い写真いっぱい持ってる俺。アキアの昔の写真とか全然。マジでゲリラ写真めっちゃ持ってるよみんな出しちゃうよ俺これすげえ俺写真公開コーナーねもうこれ出して大丈夫なのこれ絶対ダメなやつこれ持ってるよこれ強えんだよあるわデータフォルデリエもあるわそれダメだそれダメなやつや龍気のマナガスカル見しちゃうよモンディーが、モンディーが人参食べよるやつほらコメント入るしあ、大丈夫、なべるなべる観覧数減るよる減るよるルイ熱あるんとちゃうんか微熱やん、あいつらやべ、遅れたごめん、嘘やめてえ、写真出していい？いいよお茶めっちゃくれるマジでいい？うん、いいよ18金よりやべえよ微熱やって人いやちょっと飲んでそれ一人にせんじゃんネクラジャックちょっと待って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 お茶お茶お茶微熱やコンビニ行こいお茶めっちゃくるモンリーなんでモンリーなモンリーおらんよダイヤンダイヤンモンリー大好きやな結婚したらお茶めっちゃくれるやんのお茶やばい1個ついたやべ観覧数めっちゃ減っとるよやべやべやべ10人やべやべサボりすぎた喋らないもうこれお茶で荒らされとんみたいなルイタン久々さん見たもう久々やなもうええよお茶は誰なん結局アイちゃんお茶はええよもうアイちゃんお茶はええけどかけお茶はええけどかけ今誰話しよう今誰話しようみんな話しとるあもうなくなったポイント全部お茶くれた見つぎ癖あるなやっぱめっちゃ見つぎ癖かっこいい寝言を一言ちょっとまくろう、うん、それはまくろうモンリーとかブロックできんのこれブロックできんのモンリーブロックできるやろイベントオリシャンなんか担当が教えてくれないえ、なんぼだろ何でも教えてくれんの担当10万とかやねシュールズもイベントやってるけど今日来てんゲリラ何のイベントじゃんいや、それはちょっと言え、まだ早いこっち YouTube まで入ったような撮影マジか大きいんだけどな俺も、なんでもねえ今、何でもねえ実は俺らも、なんもねえお年玉あるんだよお年玉、あ、お年玉あるよ、多分帰ってたあこれ、Z ブロックできるってこいつ南って言ったらブロックできるか、ほらもうでブロックあるモンリー、ブロックするねんな次喋ったら、めちゃくブロック構えてもう熱あるんだじゃんかこいつマジでブロックしちゃうよ、ほんとに岡山おらんのやってて、おい、どうすんだ、ほんな明日、明日までやなプチプリ、合同営業やめてゴード営業でもプチプリに来てくれてもめっちゃ喋るやめて、ほんまにおい、クリームパン、俺もうお前みんな、みんな誰が一番クリームパンやもん、決めるもん正直、誰が一番出るか出して、出してこれクリームパンじゃねえてか、動いてないいや、それ、せけいはこうやるの、せけいちゃんと見せて
みんなグローブやあ、これレンが危ないねんじゃん。どう見てもこっちどう見てもこっちそうじゃん。グローブつけとれやん。野球場でいつもグローブなもん。モンリーは必要だ。シールズのあのイベント、シールズのイベントは来てもらったら分かります。ぜひ。モンリーブロックする。いや、やってねえよ。あ、いらんことしてる。南が暴れよる。え、でもブロックできるんじゃない。機械音違うよ。ほらほら、NG 設定力でチューって書いて今日でしょ、今日。レンちゃんのチケットも客ください、みなみ合同営業行くんやけど。いやそれはな、来週チケット買ってもいい。クロンボが黙ってねえで、ね、おいおい、モンリーのチケットは買わないけど、ブッチブリって誰。いや、わかるよ、絶対モンリーの私言うかモンリー指名なのかな。うちは俺だけど、モンリーが金使えってことだね。誰か調べちゃった。顔文字いった、顔文字。こんな顔してる。一回あれよね、暗殺教室のコロ先生の顔でしょ。そうなの。知らん。でんでんでん。やべ。21人から増えんかった。さっき27枚いった、20人減った。やべ。最大でも30何枚だろ。これ、もう一回。波やろ。もう一回計算しろ。もう一回やろ。もう一回やろ。足りんな。46か、すげえな。トール君、コタロ君、未来君、抜こう。ツイートするな、今から。私は118ってロングライじゃん。10位にも入って。今年はサファイアとステラしか行かない。いや、まだ始まったから、まだやってる。でももう20分経ったな。バイバイ、モンリー。モンリーはなぜモンリーと呼ばれているの。森安さんが森安オンリーから来てモンリー。森安はまあ一人ぼっちが多かった。いつもあいつオンリーだった。モンリーは森安オンリーモンリーはモンリーみたいな感じらしいよ。寂しいよな、そのあだ名って。寂しいよな。みんなデブや。まあよう言うがお前もデブだろう。いやデブでネフラってめっちゃ口悪いで。怒らしたら怖いで。まっすぐデブでネフラってめっちゃ悪口ばっかり言うし。ボードエゲちゃんこないから、まあ、未来くん書いてくれてもいいけど、フォロワー56人じゃねえか。ボードエゲはね、25日もういいやっす。25日だよ。俺ぐらいちゃんと見てって書くよ。どうやってやるの。家族巻き込むから。しょうがない。おばあちゃん見とる。正月帰れんかって一緒のおばあちゃんね。そうだな。ゆきこ元気しちゃうから。てん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 。ツイキャス。さっきとは言ったな、俺。たくさん全部買ってみんな。そうやな、シャンポねえな、ボードエイが。つらいケチだ。ほんとちょっとありのような方がいいかな。ねえ、オーナー。僕、上に上がりたいです。1枚で2時間やな。1枚2万とかだな、確か。1枚で2時間。3時間。3分。3時間。1、2、3とあるけ。2時間半ずつ。2時間半で2万円。ビッツが4枚。最高金庫が置いてやわね。何これ。ん。何この天然。なんかタイムライン貼れんの。視聴者しか見てね。今の俺のまだは。琥珀を見たい。琥珀って誰。ああ、木村板金？シールズ。バイト土曜日に来る。琥珀ってめっちゃ長いだ。イケメン？うん、ボス。最低やん。銀行コピーでいい。でもめっちゃボスで面白い。合同営業は行かない。いや、ぜひ来てください。まあな、あんまり入ってこられてもさすがにステラの箱でも入れんけな。木村板金。そこ拾うな。木村板金の人なんか板金屋さんかな。一人親方に。板金屋ってもう拡散してんよな。お前話そう。
暇じゃうけ。マジなんだ。ほら、みなみくん、一人の世界。これね。ほら、みなみくん、一人。ネクラモード入った。一人の世界。いや、ほんま。なんか情報が入ってるあります。まあ、ちょっと質問くれ、質問を。そうやな。もう何でも今日は言うよ、しゃべる。何でも言うって、ほんまに。琥珀は金曜、土曜日、出勤です。はい、ほんま何でも言うよ、マジで。何でも言われた。ほんま言うよ。いや、俺が今からみんなの暴露していくな、写真。やべえよ、マジで。すげえな、そんな写真持ったらな。だるいからね。まずはファンファン撮影なんか一枚なんかどこまでかな一枚かってどんくらいどんくらいちげえわこんくらいこれこんくらいいやまだ映ってないこうかあー来た来たちょっとなげえなタンクトップも見えとるもんねいや、これは恥ずかしいわそれやべえな光るのあれも漏れちゃったけどな名前出してくれた俺、みんなの画像あるよあ、そうですねでんでんだでんでんの画像今誰がでんでんの画像見せてあげるなはい、わかりましたでんでんの画像わかるようん画像でいいシールズイベントねえじゃねえかボケてようぜすいません騙されたデンベロチーベロデンデンの画像難しいないや俺あんまりそんな大きくせんすからねなあ変なことせんもんね昨日は38,000円後でアホ見るの20分じゃないですかモンリーの画像しかねえ俺結構駿河専門とかあるねすみません。それも見せとこうかな。重要がね。俺の待ち受け。リュウキとかって言われた。誰の写真が見たいの？結構、知らんじゃん。うちに3回それを。琥珀の画像。いや、琥珀の画像ちょっと持ってないな。琥珀の画像はない。ほんまに持ってない。ほんまに持ってないな。これ結構いいな。それは悪いな。ラムくん。ラムあるで。いいね。いいっすね。レンが見せてあげた。実は俺も持ったんだ。ラムさん持ってるわ。一枚だけ持ったんだ。すっげえ、戦術級のやつがあってよ。探したんで。でも見とる人にしかあれだけどな。分かった、これ。今ここ見とる。閲覧30いったら映すわ、ほんな。マジで、あと拡散したら。減った。そういうこと言うけど。めっちゃ減ったやねんかよ。琥珀が入ってきた。本人登場。琥珀入ってきた。シューズバイトです。あ。分からんもんだって。琥珀な、たまにおるよ。でも一回買ってきてくれるカカオからまだまだ伝説級のやつがあるはずなんだけどパークあ、食いついたパークで話すパークしゃべるよってちょっとラムさん見せようよラムさん見してやべえじゃん、もう20代やん20代、もうそれレアやな、うん、レアだな、それはところレブじゃなあそれなんか全然そんなんだよ普通にかっこいいやつイケイケもっと怒らしたら怖いんだもんやばいよ、俺はマジで怒らしたら怖いんじゃんもんダメだよ、じゃあ俺も一発いっとくわいいね楽しそう一瞬だけよかわいいお、29の一緒ルーキーバイキング乗ってお前満面の笑みだ俺一人減ったがリュウキのバイキング増えたよ29人見とるいやリュウキのだったら俺もあるよめっちゃあるよ俺リュウキやリュウキもん一番多いわリュウキはね結構誰って感じうちの店長のさっきのリュウキうちの店長もあるで強欲なつもり一緒の画像出した。しょうがねえ、それとしかねえやつ。いや、ちょっとリンクの見してあげて。こんなんとか。これダメ。次、ちょっと誰が見たい。これ。おいおい、ダメだ。
これこれやな。俺結構危険なやつ持っとる系の。やばいね。俺らだけ言ってくれたら全部見せるよ。そう誰のが見たい。見たい。面白いだぞ。めっちゃ持っとる。コタロー。あるで。俺コタロー。コタロー。コタローが家に来たやつあるで。コタロー君ねえな。パンチで持ったやつだけど。コタローね。一瞬通信なんだ。コタロー君怖いっけな。コタローめっちゃネチネチ。悪口。やっぱりっっネクロが集まったらダメやな。あった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 。ちょじゃあレインから見せる。レインかなこれ。どれどれどれ。あレイレイなレイあるかもしれない。レイ俺持ってね。持ってねえ。レイ持って。話したことない。シールズやけ。コタローか。コタローもすいません。何さ、それダメやな。てんてんてんじゃねえかよ。それダメなやつ。やめよ、あれやめよ。俺も怖いから。いや、やめよ。それじゃないと喜ばんじゃん。だって29回増えんすもん。マジ。あ、25なんか YouTube で永久的に残る気がする。キモやべえよ。キモだよ。コタロー何してるの。コタローね、お店おるよ。さっきの画像さっきの画像何しようか。不意にピンポンって鳴らして家に入ってきて、あのいきなりズボン脱いでタバコに手を伸ばして、うん、チンコに手を当て取った。捕まるもんな。やば。いいね。ダメやな。写真あ、まあ希望があれば。希望があったら見せる。キモ。ちょっと見せた俺らの悪いよな。そういうのがいいね、うん、見せたをね。普段できないことはしない。ライム、あーライム、ライム消防士、消防士、消防士、消防士。いや体験だってしたら思ったんだけど、俺もサファイアと思った。あいつ八方美人派やな、うん、いややっぱライム分かった。一番面白い画像は誰の誰 の, 誰の。みんな面白いけど、基本的に。なんてもね、俺の寝顔とかすげえよ。やべえよ。拍手の最初まで。点点が長いじゃねえか。なあ、ちょっとお腹いっぱいじゃん。ちょっともう、喋れない。あとどんくらいするのこれ。あと30分。ひどい今。やば、俺ちょっと戻らんとやべえんだけど。大丈夫大丈夫大丈夫ですよ。一人抜けてもいっぱいおるけ。南っぽい。うちぐらいですか。南っぽいって誰。サファイア俺っぽいの。俺っぽい。おらんな。光る光る。全然違う。ハゲで出るだけ。まだ身長があるけんな。ああそれな。前だったらリュウキ。ユキの画像。ユキの画像か。いっちゃん。ユキの本人おるけもう。見してるわよ。見てるんだよ。南くん思ったんだよ。そういうのやめよ。ユキの画像あるよ。俺の妹と撮ってくる高校時代の。ルナ。はいはい。ルナの撮ったやつ。俺の妹と同級生だ。そうなの。プリクラに相棒って書いてある。友達じゃない。親友。マジで。そうそうそう。みんちゃんの、みんちゃんの妹と、いくま、親友。お互い何でも一番やもん、毎回。ライムの写真を出しましょう。持ってないの？ライムの写真が持ってない。ネクラだけ人にカメラとか向けるのよ。人から面白いのもらう。ラム君そこにいる。おらんよ。ラム君今多分酔ってる。はしゃラム君そこにいる。いません。怖い。やべえ、てんてんてんもう入ってる。だって疑問、自然の疑問、そこにいるの誰。名前変えとるやないか。周りにおるっていうの。ああ、
あれに俺それ言えないやん。それ金持ちでしょ。アジトやけど。アジトやけど。これ悪さしよう。ドンキゴイドって。ドンキゴイド。これだったら朝までできん。21。減ったな。これ雪が降る。すげえ。センチャーにいくら使ったら持ち帰ってくれるの？いくら使ったら持ち帰ってくれるの？俺30でいいよ。あ、1日で、うん、30でいいよ。30でいいよみたいな、すごいね。でも30も使わせる。理想は、理想は、理想は、理想はいくら？理想は100だな。理想を言ってしまえばな。いやね、プッチン、プッチュプリはお前ダメやん。ハハ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 。あの刺繍欄の画像と金髪モヒカンの龍谷時代のオレンジのチャリ。龍谷時代は龍谷の実家からオランチまでチャリ小川島行けるあの坂ちょっと坂になるチャリ小川島。いやなんで前の家打ちよったらこの人俺は宮津だけや。まあ、その時俺は中学1年生やけど、そういうことできなかった。怖かったみなメロディ作るの大好きやつるもそらな。昔からチンコロ台湾ゲームじゃないかチンコロ見たから見ちゃったもんね、しょうがない。まあ、バレたのが悪いよ。そうなんだ、わかるで、写真ずっと来てやな。あの、そこで出るわけだか出るけど出すけどこれね、甘いしてなんかやべ、増え、すげえな、46人ってかんな。え、みんなこれ拡散してもう一回。もう一回拡散して。そんな拡散してもやめて。フェイスブック行こう、次は。フェイスブック。あ、フェイスブックいいね。コアクと話がしたい。もうダイアン、シールで言ってくれ。もう行ってけ。ここに書き込んで、コアクは出てこん。シールズ、今イベントやってるんで。シールズイベントやっとるよ、今から来て。コアク、オッケー、多分。大企業でも。あ、やべ。スターダムグループに送るった俺。え、送っとるよ。の。そうよな。すいません。シールズに送ってねえもんな。どんどん人がどうなんか突然こうやって俺が指摘したの。そのゲームこう。大きい声しゃべるよ。大きい声しゃべるよ。シールズの方に貼ってねえかと。よし。力貸してくれ。思っとってもわあ、好み。じゃあなんかじゃお題出そう。ちょっと待って。何がいい？ポストの色恋事情。ラム君の話はステラにおいで。ステラ行ってこいもん。ここにおる奴らでやろ。このネクラ。ネクラコデブ軍団で。あー、帰ってきましたよ。バイオハザード、あとちょっとで無視か。初見です。感動受け身になりたいだって。うわ、素晴らしいな。素晴らしい。めっちゃいい女が来た。あれ使え。どういうのがいいんちゃうみんな。どういうタイプとかね。都会から来たとか言わんで、俺らみたいに同じとこさ。逆にいいんじゃないそうそう。いない分めっちゃ目立つ。都会にはない。だって良さがある。いや、まあその気持ち。別に特徴ない。みんなデブ。デブデブデブ。いや、グループナンバー3。何かに連動してどういう方法。グループナンバー。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 うむ今までで誰だシール取ったんやけど、メイちゃんなんかどこ行っとんねんやけ出ねえか出ねえな何のイベントしてるシールズシールズ、まあ来てからのお楽しみみたいな何もしてねえって言うなよすら行ったことないですマジで来てみた方がいいこうあれ癖が多いやつが多いけど癖じゃんチドチドマジでみんなチドでめっちゃ癖が強いしステラしか言ってない。なんかステラやっぱチンピラがワイワイ系。整形して何を何やしてん。
シールズってどんなイメージなの？水族館の、あの、ここやめた方がいいよ。いや、いいと思う。多分ね、歌舞伎町では味わえない空気、結構味わえるんじゃない？地方の歌舞伎町見た目も改善してるってことでしょ。でもね、越後やめよ、ニトラって言われるよ。閲覧中だろ。絶対、やめよ、16人だと思う。ステラ、かっこいい人誰ですか？あ、顔を求めていこう。顔を求めてきたらどうすると思うと未来になるけ。それもできたら、なんか見合いをしといてよ。それもないじゃん。シールズといえばレイだよ。ああ、そういうグループだ。レイ琥珀和さんのグループだな。さっきの琥珀って言ったよ。そうか、レイ人気だな、シールズはレイちゃんの。それは甘じてもらっていけんし、俺もそんなことで。ラムさんは有名だと思う。もう年よ。だって丸坊主にしてどっちがイケメンってなったら俺ラムさんだ。まあ、ラムさんだもんな。あそこはちょっと、もう、若い子相手できんのそこはもう、なんとも言えねえな。体力できるもんね。まだ話、まだ話。未来、友達の担当なんて嫌やな。やらされる感があるかねえか分からんし、任されるっていうのを思ったかどうか分からん。未来と担当って言わないかな、友達が。箱だけで、箱で。俺が君の立場やったら、こうやります、ああやります、こうやらせてください、ああやらせてください。まだ二十歳やけ。いけるで。人と比べたけどもしれんけど、まだ22歳。率先して、いやもうホストやないですけど、レンレン、昨日最後ロゼ飲む。逃げたからもう。あ、君か。あ、分かった。何言うねん、お前はなくてやられんもん。じゃあお金数えよ、お金。店長一人で寂しいって。計算しよう、今日何本も買ったみたいな。こっち任せに、役員営業とかっていうのもレステ4買いたいってな。アクア欲しい、俺、アクア欲しい。 VR 俺だけしか見てない。 VR もう見てないから自慢から入っていくようなだけで、ちょっとだったらアクアでチャリンクなる曲ゴールドだ、ゴールドだな。今日誰かゴールドを押してお願い。新規で綺麗な顔の人が好きなんですけど。あ、いません。あ、おるよ、サファイア。あ、おるな。うちおら。セナって言うんだけど。シールズ。セナはね、いや俺昨日聞いたよ。セナって普通に外歩けるだけで、周りから、あの人かっこいいみたいな、普通に言われるらしいよ。そうでしょ、あの人。ファイナルファンタジーやあれ、ノックかよ。で、なんかこの前、電車乗っとった時に、カップルがおったらしくて、女の人が、それ見て、あの人かっこいいよ、鼻指差しとったらしいよ。そっから大喧嘩しとったらしい。やばくね？すげえな。すげえなと思った。やっぱ、もうすげえイケメンなよ。クラウドやもん。なんかもっと。ラッソン奪うの好き。ソウルというのか、青山市の前で伊勢さんが、今日俺地味に70ぐらい上げた。そんなに上げたの？今取られた。レンジャー70、マジで誰取られたの？すげえな、絶好調じゃない。すげえな、今みんな頑張ってやるの。2日かも、2日しか営業してないな。みんな分かるから。なんかでも、昨日シールズも結構すごかった。店長営業してつらかった。本音言うな。バイオハザード気になりすぎた。ウェスカーが、ウェスカーが俺を待っとんよ。ヘイシバ、今日やこれライセンシックセンス、それパチンコだ。そこに行って接客ショールだった。うちの友達、昨日シール一度、あ、知っとる知っとる、見た見た。あの子や、ビーチのあの子、中華を行ってください。中華を出してマジでイベントしとんの？いや、本当に。私は私だけ。いや、ほんま嘘。サファイア嘘らしい。ほんまにやけん。チューサファイアは今誰かのファイアはアマタコ、そういうホストじゃない、アマタコタ。そういう感じなんであれば、ホストがいいよね。私がレンちゃんジョーカーになって、ジョーカーになっていけんだよ。ババやな、ババ。いけんだよ。まあね、めっちゃレンもね、応援してほしいっていうのもあるけどね。いや、なんか適当具合で、全員欲しいとか、で、比べるとね。そうそうそう。ロボットみたいな。まあ、勝ちって一人したもん。いや、
何型なの？ A 型。A 型な。O 型。下になれば相談くれない。B 型や。そんなの相談できんな、じゃめっちゃ。何うわーって。いや、そもそもなんか B 型ってやってうわーってなる意味がわからない。それ言われるし、新規って言われるし。いや、言われるよ。え、でもなんか、A型はなんか盛り上がらん話なんだよ。いくらなんで。いくらよ、A 型は。A 型、O 型って、おーって言われる。A 型とか、お前芝居たのか、テーブルマナーしかないみたいな。え、どうして。シールズのおすすめ。いい、やっぱ、誰やろ、俺かな、やっぱり。おすすめ。ステラだったよ。ステラでおすすめ誰。早く拾って。どういうこと分かりづらい。これが A 型のあれ。ポケトンか普通に話したら分からん。いや、下の子でしたら、あの下の子結構おすすめ、俺、ヒロナとか。だけど、めっちゃ、なんどういうのがいいんだろうな。もう、ヒロナ。なんやもう無理じゃな、27人。そう、中途半端なの結構。え、でも5位いくではないしたよな。そんまれと、あ、できんじゃろうなと思われる。結局ね、結局あれだ、ヒロナ可愛いとかやるけど、ヒロナ高くない。どうなのか分かるけど、まあもう任されて。年下はあんまり興味ないし。何歳やね、何歳ちいじゃん。あ、ごめんなさい。お前らめっちゃかっこいい人いたよ。名前悪いけど、多分セナだと思う。イケメンおるんだけど、セナがずば抜けすぎて。3時から11時までやばいな。やっぱでもタックス25%です。やべえ、セット決める。琥珀は B 型。あ、知らん。あ、25歳、タメや。あ、タメだ。タメや。タメや。全然違う。うん、ヒロが担当じゃない。ほら、担当やねえのに可愛い。みんな考えないの？違うな。みんな可愛い。浮気癖みたいな。なんかヘルプがいいとか。ビジットな方がええやな、やっぱり。結局ヘルプで一番なっても、俺にならんで。そうやな。わからんけど。ボランティア、それだけダメだよ。ボランティアね。やっぱなんヘルプだったら俺2番目に高い人いない。はい。182181で168ミニマム選手。俺今日この間買ったポーズ8cm あって。琥珀は大事。琥珀は大本とかいう枠組みで。琥珀は大本。おめえ邪魔すんな琥珀。2cm しかない。もうや。お前200にあと何分あるの。これ10位ただ10位を入れた、10位を入れた。え、まず10位か。10位はするって聞いてるから、そういう感じ。やべえ、10位なん、まだ。やべえ、やべえ、あと70人くらい。そうで、あろうがなかろうが、ヘルプ締めはどうするとか、俺何をするとか。リーダーよ。リーダーがヘルプ締めしちゃダメやろ。バカ、ヘルプ締めは断ってもらえない。そして、その1000円で私のカロリーをくださいと。それが全力でやるのように見えん。担当兄ちゃんは兄ちゃんが持ったことがあるんですよね。翼くん、翼くんはね、いいね。もう何も悪いとこ見つからんもんな、あの人。確かに。強いて言えば、携帯触るとき話しかけても全部見つかる。あー、それは分かるっす。それは分かるっす。ほんまに。集中しとる。でも、たつき曰く、チンコの話したらすぐ食いついてる。チンコみたいな。あの人、寝ながらしろ。サファイアでおすすめ。どういうそのタイプに行くかやな。困っちゃうよ。何でもええけど、提案っていうものが、提案があったイコール考えてもちょっと寝るか。ワイワイ系とか、出たり入ったりして、恋系とか出たり入ったりして。あ、それで分かるの。これめっちゃするよ、じゃあ。しよう。やろうよ。自演自演。自演自演。コメントしよう。何してますかって。それで見るの。タイムライン広くて、ちょっとそのぐらい考えて、ちょっと言われちゃう。これ、潰してどうなったの、金ちゃんどうするの。ライブを30分。まあ、おる以上は何か考えてやらしたい、やらやるかなって、結構多分思っとるけど。え、てか、みんなタイムライン更新してないの。大企業。
シールズたちが。シールズたち。友達連れて荒らしに行きますね。ぜひサファイアにね。イタケンウェルカムだから。僕はね、ちょっと。じゃあ。好きよ、置いた客やめてね、来てください、でも、ぜひえ、なんかタイムライン、誰もシールスたちは更新してくれてるわえぇ、ー、出てくるんだけど マジで話そうないんじゃないわーちょっとやべえクリノップ勝負気分クリノップグリーンなおっ、まあ、8位から動いてくるぞもう今一度と2017年入ってきて引き締めてやりんよなそう結果がどうなの分からん出たら入ってるの変わらんな変わらんなめっちゃ悪いですラストンで大体どのくらいでまあその日によるよな取れますか、うん、50円でもラストンって15万円以上からちょっとその辺一緒に帰ろうあ、わかりましたまマサさんと一緒に帰ろうって言って30とかじゃないいや50で50ぐらい50やな次元って書いたのこれ俺だけやなみんなフォローしてな俺転ばすんけマクロ朝日なれマクロマクロマクロなれ色濃い潰していますかみんな色濃いですね色濃い代表戦なのかな求めてくれたりもするん色濃いってどっからが色濃いかそれまだ未だに分からんでもなんかうちの代表は来年から色濃いするって言ってたの頑張ってほしいフォローしてるよありがとうフォローってない助けるねんねんブロックしよういやふざけんなぜひぜひだけどぜひな情緒不安定やねんねんブロックしよう上げ上げでこっちとね50ですねわかりましたお担当教になりたい50も来てくれるのぜひ来るってほしいね担当に苦労したやべ担当教なこと大体もう席と離れたんやけどさ担当教な50ですね。これ、みなみくんに色恋されたいな。されたい派されたい派って書いてある。されたい派されたい派ちょっと任して、それは。色恋できるよな。俺、ほんのり色恋すごいと思うよ、これ。イメージねえわ。色恋っぽいのな。色恋チックが得意。おままごとや。おままごとやな。何もかまんな色っぽいしてって言われたらするできるやっとるしてって言われたらよん俺っぽいあ色っぽいしてって言われたらそれ難しいよなんか何を求めてんだろう彼女はこの子は大丈夫か色っぽいしてこち麦ダイエット俺ダイエットしないするからもせん今年からいや痩せたいねやっぱりぶっちゃけないけどな73kg おおおお90? 大きい頃言っちゃいけないです隆起とタメやん身長に身長あるな身長もタメぐらいだろ売り上げあるけど売り上げはなチーターあるけどチーター隆起多分体調悪いんや調子悪い体調悪い体調悪いんじゃちょっと今の時はまあまあか仕方ない90あるんじゃんデブじゃな変わらない。みーちゃん何キロある？俺89。嘘ばい。いやマジ俺分かったもん。いやマジ。ほんまに。チビデブ俺やん。チビデブって俺だけよな。絶対俺よな。俺はチビって言われた。なんなん？ねえ。なんなん？ロコうまいの誰？ロコうまいの？誰やろな。イブくん。でもね。難しいよ飛車の子とかやったらさ時間がすごいあるわけだけすごい強いよな尽くせるわけだ、うん、そう考えたらみんなおかしいな俺めっちゃ時間あるんだよなまあネクラだけゲームションでそうそうバイオハザードレンレンチビな意味レンレンチビよなんでな俺一番でいいよ髪と厚底の靴で超入ってきとるブーツ20cm あったこんなん160やこんなんやチビなイメージ分かった俺サルエル履いとるけど
てんてんてん、いや多分コスパンじゃろ、サルエフコスパン、めっちゃずらしてるワイルドサイドの食べあと10分しかねえ。なになに139、やっべえ240、タイガ君、リキア、来年勝ち点ベンちゃん、いつになったら色恋してくれる、もう1年待ってる、はい、空と出なさい、空とは25か6です、か、たぶん、え、代表と同級生みたいな、あ、ほんま、たぶんベンちゃん、いつになったら色恋してくれるの、いやな、でもいつになったら色恋してくれる、俺待ちてる、もう2年待ってる、だってプリン、プリンが待ってる、プロンボリンクロンボリクロンボ、ホイル、ああなるほどね、ちょっと気使っちゃうみたいな、クロンボ、さすがに、いや一番古いお客さんなんですけどね、すごいな、そう、全然分からん、この後でも分からないのかな、多分知らん知らん知らん、誰誰誰っつってでさっきコメントしたんだけど、うまっつって、隣で勝手に遊んどる担当がいい、あー俺やな、隣で勝手にシャンパン下ろしてるよ俺うち楽しいね、楽しい、シャンパン開けるときが一番楽しい、パンって言わすだけでいい、俺下手くそなんやな、いつもなんかシッリッセルみたいな何開けてもいい、萌えでもリッセルみたいに開けるけどね、シッあ、早くすぐ SCP 行くよ、シールズ来てや、いいね、何シールズ、シールズ行ったことあるんじゃないですか、シールズなんか問題があるんかな、わからん、それについてやっぱ問題を教えてほしい、シールズの問題は頑張れみんな、あと11、11? 1億超えるけ、うまいな、もう超えたの、頑張れ、もう超える、でね、頑張ろう、頑張ろう、5位くらいだったら、マジでこんな10本くらい押してや、リッセル、みぞおち痛くならん、なる、なる、俺スカイとかなるわ、スカイもなる、隅の関節となる、そう、やだやだ、インフルエンザ、シール、新規で行ったとか、マジで、マジで、誰誰、指名誰、指名誰だった、6位か、サバエツすらまだ行けてないんだね、最初にシールドが来るっていうところが、ね、まあ、良かったな、結局ダメやし、はい、どうぞそういうところ、ロゼ嫌い、ロゼな、ちゃんと美味しいと思ったことあんまないから、ね、強いて言うなら、無理してんの、強いて言うなら、ブーブあーブーブーでも酔っ払うな、これ萌え、アドミーナ、萌えアイスが好きだな、やっぱ俺アドンペリかな、ホストだから、ホスト、いやアドンペリ大好きだよな、アドンペリ今日殺してもらおう、俺アクアやな、俺のお客さん見てるんだろう、今日ドンペリ下ろすよ今日ドンペリ下ろすよ、俺毎回混ぜるな、1ヶ月フルできて全部リスを25本でも俺シャンプーとおっしゃしんよ、そうやったら君たちは何も面白いことないのにツイキャス順位上がる思っていらっしゃる、いやだって上がっとるもん、結果するなんかずっとシリーズの前でその前のセフィロス行ってた、セフィロスメンバーね、もう何か違うな、ショーマ出るくねって書けって言われた、いや、そんなことないと思う、これ俺のお客さんやつ、今やステラおるイエーイ、イエーイ、7位うまっ、ほんまじゃ、はい、そろそろあ、いや、各店のイベント、いや、これ6位行きたいですよ、イベントもういけるやん、あ、イベント情報、あとイベント情報、そうだな、見抜いとこ、やべやべ、何があったっけ、クラブサファイアは、今日明日が、役職抜きの、チーム最高売上イベントやってます、で結構ね、大掛かり撮影も入ってやってるので、ぜひとも、来てください、そして来週金土サファイア看板ホストのギラギカナメのバースデーイベントやってるんでね、すごいよ、あの、要のバースデーとなるともうすごいよ、結構要兄弟だけどな、要兄もういるんだよ、
プチンプリンとか特にそうです。グループで一番かっこいいと思うけどな。青浜さん。で、あとは25日の合同営業かな。が、サファイアのイベント情報になります。はい。じゃあ、イベント情報はもうどうでもいいけん。ホスト募集。一応、店長のバースで来週や、再来週やってよ。だけ、うん、ホスト募集。ステラ、いや、ステラな。ステライベントね。イベントもう、ホスト募集しょんで、14日に、うちのチンピラ早田くんが。バースデーをやっちゃう。はい、おめでとう。で、あとはな、後半に何でもお客さんが言ってくれた、提案してくれたらそのイベントを受け付けます。じゃあ、多分いいね。だよな。ね。だホスト募集やります。ホスト募集についてちょっと、どういう。じゃあ、ステラめっちゃ少ねえよ。今、ただいま。今、いいよ。なんと人数が足りてません。いや、シールドもよ。少ないけど。僕も足りてない。少ないよってメリットになるよね。なってないですね。メリット俺言ってたらもう少ないからこそ取れるみたいな。いや誰でも今チャンスだと思うみたいな。でこれから増えていく。で今なんと入店祝い金30万入ったら30万もらえるの。入ったら30万ですよ。その次に30万円もらえちゃうの。マイナスしかねえやだから、それ全部ですね。グループ全部シールズに入っても30万もらえます。あとね、量も、量も即入居か、あと7人くらい貸し数字もあると。ナンバーファイブ入れるぞ。だからね、もうやる気だけ持ってきてくれたらすぐその日に入店しちゃえると。ポストライフをね、満喫できるということでね。まあ給料面もちょっと結構大丈夫だよ。もう何もなるけど、終わるんすか。もう閉めて。まだあとギリギリまで。みんなまたね。270。あと5人じゃって。あと5秒。はい。いや、59人だよ。あと4人っす。あと4人で5位。ちょっとみんな、ログインできんかった。隣におる人に見て。あと2人。閲覧はめっちゃ下がっていけるやねんか。あー、キラ。あー、こっちから5位だ。はい、最後言って。みんなまたね。いい年明けだった。